ははい皆さんこんこにち歴戦の森山ですで今回は令和3年度本試験えこちらを分析をした上で来年の試験合格するためには何が必要かその勝ちパターンについてお話をしていきたいと思います。 まずこちら今年の本試験の問題、まあ、典型的な問題をいくつか見ていきますがまず、午前の部の第22問になりますこちら相続の問題ということになりますがこの問題、まあ、典型的にです、ね、必要なものが分かりますが、まあ、選択肢の「あ」これが基本的な判例、基本的な条文、基本的な過去問,です、ね過去問、条文それから判例その基本的な知識が選択肢の「あ」で聞かれております。 それから選択肢の、A「こちらについても,もう基本的な条文レベルの話ということになりましたそれから選択肢の「う」これがまあ平成28年の比較的新しい判例ということになりますですからこのような基本知識それから新しい判例これが知っていればもう正解が「あ」と「う」と「絵のところで出せるよという形になります正解はこれで消去法で5番ということが分かるわけですよね でそれから選択肢の「い」これがまあ生命保険がこの相続財産に含まれるのかそれから選択肢の「お」株式についてはこれ遺産分割の対象になるのかこれが密室まだ出題されていないような比較的難しい選択肢ということになりますでこのような中で今お話をしたとおり基本知識それから過去問レベルの知識これがあれば正解が導けるわけですね。 ですから本試験分析してみると密室内の問題というのが選択肢の中に必ず入っているわけですが、まあ、それができなくても正解は出せる逆に言うと基本知識過去問レベルの知識こういうものが頭に入ってないと正解が導けないということがわかるかなという,ふうに思います。でそれは午午後後の部ののの部部問問題ででも一緒で午後の部の第32問 こちらの問題になりますが株主リストということでこちら全体的にです、ね、まだ出題されていないというような新しい問題になっておりますがただ、この問題を見ても難しいかというとそうではなくて選択肢の「あ」のところでもう全員の同意がありますから議決権の数の割合は記載することを要しないというのはもう予備校の当連でも必ず出てくるような基本知識になります。これれで軸足がが決まればもう選択肢が 正しいものを選ばなければいけないわけですから1番か2番か決まるということになりますあとは「えー、お」のあたりですねこのあたり「え」と「お」については欠席者それから自己株式これを株主リストに記載するのかどうかというようなこれも必ずやるような基,礎基本知識になりますからこれが分かれば正解が出せるとなります本試験で必要なのはこのような基本知識になります だから来年試験を合格しようと思ったらこのような基本知識これをしっかり身につけることがもう最優先の課題だよということになっていきましたでそれからもう一つ必要なのが知識をしっかり本試験で得点化できるテクニックということになりますもう一度先ほどの第二十二問に戻っていきますがこの中で例えば選択肢 A から見ていって、えー、じゃあ E を検討しようって言ったときに生命保険いやこれ難しいなとか言ってそこで考え込んでしまうと 正解が出せなくなくりますで午後の部であれば瞬時に分かる選択肢を見つけていくというテクニックが要求されることになりますから試験テクニックとして分かる選択肢をきちんと判断していくそれからもう誰もが知らないような間違えやすい不安定な要素が入っているような選択肢を避けるこのようなテクニックを身につける必要があります。ですから このような未出題の知識これを抑えるということも、うん、レベルが上がってくると必要なことかもしれませんが本試験で必要なのはそういうふうな曖昧な選択肢自分が知らない選択肢を排除して知っている選択肢を瞬時に見つけるテクニックですね例えばもうやったことあるような知識がパッと目に入ったとかあこういうことでどの選択肢から見ていこうかというのも普段の訓練が要求されるということになるわけです。で午後の部に関しては 試験テクニックという意味ではもう少し高度なものがいろいろ要求されましたけれども,もう多くの人が、まあ、ギミックだということで少し困った問題もたくさんありましたが例えば第1弾、第2弾みたいなテクニカル的な問題これが多かったわけですがこれも問題文を見てあ第1弾の うんまあ、添付情報として段位欄をつけるんだあつまり、えー、例えばこれ設定の登記の申請に関してはこういう書面が必要だという文章の問題だというふうふに考えればそれほど難しい問題ではありませんこの見かけに騙されずにきちんと自分の力を出せたかこのようなテクニックが聞かれているんだということになるわけです。 でそれから全体的にです、ね、問題文が長かったり、えー、具体的な言葉が入ってますからそれから自分の知識につなげるようなものこれも一種のテクニックというふうに言えるかもしれません。刑法ななんかでは具体的な 言葉が入ってますそれを自分の中の抽象化された知識に結びつけるその抽象と具体の往復運動えこれが本試験の会場で素早くできたかということが必要になりますでさらに午後の部では時間が足りないえ卓一で時間を縮めなければ期日に時間が回せませんからどのように時間を縮めることができたのかこれも一番一つは一番大事なのは 知識が正確でもう瞬時に判断できることが必要なんですがその他にどの選択肢から読むのかどれぐらい考え込むのかということもテクニックの1つということになりますさあこのような基本知識それからテクニックさあこれをどのように身につけるのかということになりますが1つ提案したいのは早いうちからアウトプットをしていくということが必要だと思います多くの人っていうのはインプットをまだしてないから アウトプットが怖くてできないとかアウトトプットは後にしようということで過去問を解かなかったり答然を解かなかったり年明けからでいいや4月以降どうにかなるみたいな考えの方が多いわけですねでもアウトプットを早めにやることによってそのテクニックというのも身につくしあるいは問題がいい問題であれば基本知識や最新判例なんかも身につけることができるわけですですから早めにきちんとアウトプット問題を解くということを やっていただきたいというふうに思います私の方では秋以降ですね当連の方を担当いたします、えー、こちらになりますねこちらの方で生鮮当連品質論点ですね、えー、必須論点卓一編、えー、こちらの方を10月から年内の方で当連を担当するということになります、えー、こちらの方では基本知識、えー、これをもうたくさん出していきます もう30問の出題が10回合計300問の選択肢です、ね、300問の問題これを用意しておりますからもう基本知識を網羅できる形で出題をしていきますですからこちらの方を問題解いていただいてこれを間違えた部分をしっかり復習することによってあこの知識が取れなかったんだこういうふうなことが分かることになります。 もう5択の問題、これを30問、これが1回としてそれを10回出題いたします、それから期日、こちらがですね生鮮透明品質論点、期日編ですから、こちらの方が新作問題を不動産登記法商業登記法これを2台出題するので、10回分で20問、これが新作問題として用意されております、この年内のところから択一、期日、こちらの問題を解くことによって、基本、知識を身につけ、 それから欠点をなくし自分の弱点をなくしてそれから解放テクニックまで身につけていただきたいというふうふに思いますそれから先ほどお話した通り本試験で確実に点数を取るためには先ほどの生命保険の話だとか株式の相続の話なんかもありましたけれども未出題の論点についてもやはりできるだけ身につけていくというのは一つ課題になってきます確実に合格しよう、まあ、それぞれの可処分時間だとかレベル問題もありますが そういうものもできるだけ身につけていく必要な範囲で身につけていくということが要求されますがこの当連を使うことによってレベルアップして例えばこの年明けの実力要請編ではまだ本試験で出題されたことない密室の知識これも皆さんに必要な範囲で提供いたしますからこの4月までに今お話をしたような基本的な知識それから密室の知識まで含めてしっかりカバーしていただきたいというふうふに思っております。 でこちらの今回です、ね必須卓一、必須論点、択一編の方では私が全面的に担当いたしますですから、ペースメーカーとして、えー、安心皆さんが安心できるように問題をセレクトしているそれから改正論点、これが本試験では出題される可能性が高いですから、まあ、こちらの方も 織り込み済みということで問題の方、それから講義の方で改正知識の方に対応させて皆さんが改正対策できるように、まあ、インプット講座を受けなければ改正対策できないのではないかという不安もあると思いますが十分にこう改正対策です、ね、していきたいというふうふに思います。でさらに今回、 今年はこのキートピック転講義ということで通常の講義のほかに私がですねこれはお話をしたいということをですねそれぞれの講義にこう並行する形で提供していきたいというふうに思いますここでは先ほどからお話をしている解放テクニック例えばどの選択肢から読むのかこういう選択肢は相手にすべきでないよみたいな皆さんの知識を確実に点数化するためのお話だとかあるいは民法不動産とおきあるいは民事訴訟法のように。 科目を渡って整理した方が分かりやすいもの例えば、期間の話だとか年齢の話だとかそういうものについては例えば民法の勉強をしている時には民法だけに普通は集中することになりますがこのキートピック、天候議ではこの科目の壁もありませんからそのようなものについても,もう積極的にお話をしていきたいと思います。 それから発展論点ですね、ここは当連ではあまり出題されませんが、しっかり実は身につけてほしいんだよね、今年はここが山かもしれないよみたいなお話もしていきますですから、こちらの方も皆さんの力になれるように、えー、精一杯こちらは用意してお話をしていきますからご利用いただければというふうに思います、まあ、このような形で私の方でもですね皆さんの合格に対応できるようにしっかりこちらの当連の方を担当していきますのでぜひご利用いただければと思います。